やあ、ロン、新しいお友達ができたようで安心したよ。その眠ってる子には少し驚かされたけどね。アドン。へえ、あれが。おとなしく投降なさい。そうすれば楽に死なせてあげるわ。うーわー、初対面なのに挨拶もなしとか、どんだけ失礼な連中だよ。君もそう思わないかい、ローン。あれ、ひょっとして怒ってる？だとしたらごめんね。あの時のはほんのジョークのつもりだったんだ。よく思い出してごらんよ。これまで君を傷つけたことなんてなかったろ。その言葉には乗らないよ。また僕を利用しようって考えてるんだろう。は？利用だって？そうやって感情任せに人様を傷つけるのは良くないと思うな。それにさ、考えてもみなよ。君の周りにいる奴ら、本当に善意だけで君を助けてると思うかい？違うね。そいつらは僕を殺すために君を使ってるんだ。そして利用価値がなくなったら君はどうなると思う？記憶を消され、またあのビクついた学生に元通りってわけさ。それを知った上でまだ僕を目の敵にするかい？気弱な君に手を差し伸べた僕を、君に夢をつかむチャンスを与えたこの僕をさ。適当なこと言わないで。ノン君だって最初からあなたの悪意を知っていれば手を貸すことなんてしなかったはずだよ。ま、綺麗事なら誰でも言えるよね。あら、それは寝言も同じでしょ。セフィラコアを奪うのが目的ですって？私たちがいると知っておきながら、よくもまあそんな見栄を切れたものね。それヒーロー気取りで言ってる？くっさー。ああ、ヒーローといえば、ねえロン、よく昔話なんかでは英雄が民衆から蔑まれるシーンがあるだろう。今の君はまさにそれだよ。でも僕と一緒ならその先のシーン、つまり逆転劇に至れる。どうだい、魅力的な話だろう。オモフィスを滅ぼすことが魅力的？バカなこと言わないでよ。やれやれ、別にオモフィスにこだわる必要はないだろう。住む場所なんて他にいくらでもあるんだからさ。ん？ああ、なるほどね。まだ芸術なんてものに固執してるのかい？そこの団長さんみたいに。そんな明確なルールもない、主観と偏見でまみれたゲームで遊んでもつまんないだろう。さすが、ビス・ベインの言うことは美意識のかけらも感じられないわね。そちらの言うことはトゲだらけできついね、ミューズ協会のヘラ様。そういえばあそこって芸術の形式にはこだわらないんでしょ？ならちょうどいいや。ぜひ僕が得意とする作品を見てもらいたいんだけど、いいかな？気をつけろ、そこら中のエネルギーが奴の体に収束してやがる。そう緊張しな
もいいよ。ちょっとした手品みたいなもんだからさ。どうだい、この芸術的な姿。さあ、思う存分評価してくれよ。アドミンさん、大丈夫ですか？ヘラ様とベルダンティさんは向こうにいます。早く合流しましょう。あなたの指揮と私の力があれば問題なくたどり着けるはずです。問題ありません。どうにかして先に進まないと。また敵が。つくづく神経を逆なでしてくれるな。好きだらけだ。浄化の音を奏でましょう。茶番は終わり。あなたのおかげなのでしょうか？敵を発見。各員、戦闘準備。ヘラ様、ベルダンディさん、アーダミーさん、それにアヘラ様、ここに。雑速で悪いけど、少し時間を稼いでちょうだい。試したいことがある。これに終焉。せっせっはっはっどうも心配しないで。ソロパートさんと責任を果たしたに過ぎ。敵を発見。各位、戦闘準備。助かりました。感謝します。あなたに勝利と栄光を。炎よ、無礼者に制裁よ。
やったよ私たちの勝ちですよ、アテナさん。アテナさん、まったく、このタイミングで倒れるとか無様にも程があるわね。すみません。なんか顔が赤いけど、どうしたの？怪我しちゃったからね。もしかしてオメイロイさんは血を見たことがないの？ない。いたもん。ちょっとね。でも死んじゃうほどではないよ。ロン君。アテナ様、なんとかオネイロイさんを守れました。これでちょっとはお役に立てましたかね。ちょっとどころではありませんよ。その行為は誇るべきものです。ほら少年、こちらに来なさい。傷を治してあげるわ。今度は誰も失うことなく知能士を倒すことができた。だよね、アドミンさん。例のビスベインは始末した。そう、ありがとう。例なら不要だ。オモフィスに牙を向けた以上、当然の報いなのだからな。まだ戻ってこないのか？ええ。ならば探しに向かうか。エンリルも手を貸してくれると思うが。助かるわ。それじゃあ早速行け。あの方向は聖殿か？どうやら芸術聖殿にて火事があったみたいです。急いで現場に向かうぞ。この状況で笑うのはどうかと思うが。笑いたくもなるわよ。だってあれヘラの炎ですもの。お嬢様。大丈夫よ、眠ってるだけだから。目の故障でしょうか。ヘラ様がアテナ様を支えているように見えます。そこは気にしなくていいでしょ。まったく。ハデス様、至急ご報告したいことが。こたびの一件ですが、全ての責任は私にあります。違います。僕がラードンに騙されて、それでこんなことに。とりあえず場所を変えましょう。こちらもいろいろあって疲れてるのよ。
話を聞く限り、その2体のビスベインは共犯とみて間違いないだろう。陽動はノビク、実行犯はラード。これなら今回の一件も辻褄が合う。あのオケアナスさん、本当にノビクを倒したんですか？ノイハンサーではかなり手こずったんですけど。奴のコアは確実に破壊した。よほどの特別性でもない限り生存はまず不可能なはずだ。とにかくセフィラコアは無事なのでしょ？でなければあなたたちも今頃は大慌てで私たちに報告してるはずだもの。はい。ですがフェスタムアーティスはこの有様です。それに敵を撃つためとはいえ静電まで。ああよく燃えてたわね、あれ。まあ気にしなくていいわよ。確かに数々の芸術品が失われたのは辛いけど、ここの人々が芸術への追求を失わない限りやり直しは効く。そうでしょ、オケアノス。さあどうだろうな。あなたね。私が気にしているのはどうやって損害を補うか、それだけだ。無意味なものにならなければ文句は言わん。つまりですね、父はこれからみんなで力を合わせればきっとこれまで以上に良くなるはずだって言いたいんです。そこまでは言って。まあいい、行くぞエンリル。さて、本当ならいろんな人を誘って夜会でも開きたいところなのだけど、こんな状況だしね。今回は私たちだけでやるとしましょう。そのお誘いは大変嬉しく思うのですが、私は仕事が残っておりますので。その点ならご心配なく、事後処理が済んでからやるつもりだもの。騎士団の方々も招いてね。あのハデス様、僕は。その顔を見るに、どうやら自分がしてきたことの重さは理解しているみたいね。はい。窃盗に器物破損、ビスベインと結託しての不法侵入、本来なら重罪に処すところだけど、知能種にたぶらかされたってこともあるしね。情状酌量の余地を認めましょう。と、そういえば受験勉強にもあの知能種が関わっていたのかしら。はい。ならそっちも考え直さないとね。他の子たちは自力で頑張っていたのだし。ええ、分かってます。言ったけどロン君、今年が最後のチャンスって。いいんです、ベルダンディさん。これは芸術を、オモフィースを冒涜してしまった報いですから。そう、だからこそ情状酌量の余地があるとはいえ、かなり厳しい罰があると思ってちょうだい。明日あなたが最も出来がいいと思う作品を持ってミューズ協会にいらっしゃい。それと筆と顔料も忘れずに。はい。評議員としてあなたの才能を厳しくチェックしてあげる、そう言ってるのよ。あれから2日も経ってるってのに何の情報も出さないとか、評議会は何考えてんだよ。まだ犯人が捕まってないから情報規制を敷いてるんじゃないかしら。それはさすがに考えすぎだろう。
おそらくフェスタムの再開に向けて計画を練り直してるんだろうさ。でなきゃ2日も音沙汰なしってことにはならんだろう。まあ私から見ればそっちより正殿の方がよっぽど深刻な問題のように思えるがね。フェスタムのシンボルが一瞬にして消えちまったんだから。確かに。たく、オモフィースはこの先どうなっちまうんだ。これは、おい見てみろよ。ごきげんよう、オモフィースの皆さん。暗黒時代を乗り越え、フェスタムアーティスを開催するようになってから早100年。その間、皆さんは様々な伝統を受け継いできたかと存じます。そして数々の芸術家が素晴らしい作品を生み出すことで、オモフィースは輝きに満ちていました。ですが先日、その輝きを失う大惨事に見舞われたことにより、我々はフェスタムを中断するという苦渋の決断を強いられました。そのせいで皆さんに不安を与えてしまったことでしょう。私も同じ気持ちでした。そこで皆さんに問いたいのです。その不安は一体どこから来るものでしょうか。偉大な歴史、先の事件、人により答えは様々でしょう。ですが私はこう考えます。その不安は芸術を規制するために設けた秩序が生み出してしまったのではないかと。近年フェスタムアーティスに展示される作品たちはどれも精巧で完璧であろうという気概を感じるものばかりです。しかし私の目にはその気概は虚栄にしか見えません。失敗を避けようとする必死さ、恐れ、ありのままの己を表現できずにいる弱さ。気がつけば芸術家のあるべき姿が失われていた。我々はかの暗黒時代に抗ってきた先人たちの強さを継承できずにいたのではないでしょうか。そこで評議会は当分の間フェスタムアーティスの開催を中止することを決定しました。我々が創作に対する方針を見出せるまでの間、どうかお待ちいただきたいのです。フェスタムを中止するって、そんなの前代未聞よね。これは時代を変えるための一歩。先人たちの教えをしかと継承し、先人たちを超えるための価値ある一歩なのです。今のオモフィースはいたずらに可能性を積むだけの園と化している。故に少しでも芸術を本来あるべき姿に戻さなければなりません。よって成功評議会は本日より資格認定試験の年齢制限を25歳までに引き上げることをここに宣言します。またそれ以外の方々についても特例を認められるほどの成果物があれば資格を得られるように制度を変更します。またフェスタムアーティスにつきましては代わりとなるイベントをご用意し、皆さんにとって素晴らしい芸術と出会える場になるよう尽力します。その名もコングレム。毎月優秀作品を選ぶ選考会を実施いたします。第1回目の応募は本日から、選考会は5日後に開催予定です。作品の形式は不問、
参加資格も特になし。そして審査員はオモフィースの皆さんにやっていただきます。あなたが原稿に手を入れると一気に読みづらくなるわね。あのままだと稚拙極まりなかったのでな。幾分かマシになったろう。よかったねロン君、まだチャンスがあるよ。はい、そうですね。皆さん本当に本当にありがとうございます。僕来年こそは絶対に試験をパスしてみせますので。すごく頑張ってたもん。その努力はきっと次で報われるはずだよ。浮かれるのはそこまでにしなさい。あなたさっきコングレムに強く関心を示していたようだけど、課題の方は忘れてないでしょうね。ああはい、もう少しで出せますので。ヘラ様のおかげで今回のはスムーズに描けた気がします。え、ヘラ様ロン君に絵の手ほどきをなさっているのですか？課題を出してるだけよ。彼にしか描けない内容をチョイスしてね。お言葉ですが、その無理をさせてはいませんか？何分彼はまだ学生ですし。芸術に身分は関係ないでしょ。まったく、あなたってば本当に頭が固いんだから。そんなに文句が言いたいのなら試しにあなたも出てみればいいじゃない。そうすれば少しは物の見方が変わるはずよ。チェロの演奏だって立派な審査対象なんだから。いえ、私は見学に回らせていただきます。騎士団の仕事がなかった際はですけど。では選考会ではロン君の新作が見られるということですね。楽しみだな。エンリル君にそう言ってもらえると緊張しちゃうな。絵画科の先生たちがいつも君の彫刻を褒めてたってこともあるし。僕の作品なんてまだまだですよ。父の教えに頼りきりのところもありますし。過度な謙遜は傲慢と変わらんぞエンリル。その実力はお前が自ら掴み取ったものだ。もっと胸を張るといい。ではそのお言葉は父上と同等の技術を得得できた時まで取っておいてください。あら、目標にされちゃったわよオケアノス。好きにしろ。ところでお客様方、提案なんだけど、向こうに帰るのはコングレムを見届けてからというのはどうかしら。フェスタムアーティストを楽しませることができなかったお詫びも兼ねてね。大丈夫アドミンさん。よかった、きっと気に入ってくれるはずよ。ロン君の絵がどんなものか知ってるの？
おや、お二人は確かアインソフィーからいらっしゃった方々ですよね。いえ、僕はまだそう名乗れるほどではありませんよ。それはそうと、こちらをご覧ください。僕と同い年くらいの方々が描いた作品なのですが、どれも面白い装意や技法が施されてるんです。特にこの作品がひときわ目を引いてしまいます。構図と色合いはもちろんですが、まるで実際に目にしたかのような迫力のある描写が足を止めてしまうほどの魅力を放っているように見えるんです。そのロン君の記憶ってコルグに消されちゃったんだよね。なのにどうして。ふむふむ。だとしてもどうしてアドミンさんっぽい人の武器が銃じゃなくて弓になってるんだろう。なるほど、いわゆる設定ってやつだね。